1960年、青春残酷物語、太陽の墓場、日本の夜と霧、そして5年。これは誰のもの？あなたのものよ。これは？あなたのものよ。あなた一体何者なの？月100万で私を買って、あと一月したらいなくなってしまうなんて。どんな運命を背負ってる男なの？閲覧とは喜びに溺れることである。喜びに溺れるとは一体何か。一年の後、死を決意した男がある日掴んだ3000万円。愛に絶望した男が死に物狂いでたどる閲覧の旅。そして得た一人。いじめ、憎み、また燃えて。3人、4人、5人。女には不思議な男たちがつきまとう。ヤクザの紐が、冷酷なダニが、狂った亭主が。奇想天外。喜びには毒があり、生には罠が仕掛けられ、閲覧は血の匂いがする。入り乱れる人間模様、襲いかかる恐怖、果てしなきエロスの共演、山田風太郎の原作を得て描く1965年の戦慄すべき閲覧の数々。今ここへ大島渚が現実世界の良識に向かって叩きつける次元爆弾、閲覧。